お久しぶりの開店となった今回の本日開店スクエニ商店は、スクエアエニックス初のペットグッズを特集。ヨキュンさんと東雲由美さんがお披露目現場に潜入、注目グッズのレポートをしてきてもらいました。はい、ということで本日はこちら、インターペットにやってまいりました。東京ビッグサイトで行われてるペットのイベントなんですけれども、うん、はい、海ちゃんは今までペットって飼ったことありますか？あります。ハムスターとあとヤモリを。ヤモリ、ヤモリ、はい、ヤモリ、ヤモリ今飼ってます。え、そうです。ヤモリってあの、うん、カメレオンみたいな。あ、そうです、そうです、爬虫類です。爬虫類、うん、え、なんでヤモリを？私好きなんですよ、爬虫類。爬虫類の顔が、顔が可愛い。おー、なんか、うん、肌とかも好き、うん、肌も好きです。ちょっとゴツゴツして、ゴツゴツ、あと夏冷たくて気持ちいいです。へー、そう、ひんやりしてて。あとヘビとかも好きで、ヘビ首に巻いたりしたこともあります。すごい、爬虫類がじゃあ好きなんだね。そうなんですよ。でも私ワンちゃんも大好きで、なんか飼いたいって言ってたもんね。そう、柴犬を飼いたいんですよ、いつか。ちょっと予習しにね、今日は来ました。で、ゆきゅんさんもね、はい、ワンちゃん飼ってますもんね。私はね、チワワちゃんは今2匹飼っております。だからね、私も今回このペットのイベントということで、うんうん、とても楽しみにしてきたんですけれども、うん、そんな動物が大好きな2人、今回インターペットに訪れたその訳は？スクエニさんって、はい、こうゲームとかいろいろなグッズで商品とかも出してらっしゃるけど、なんと今回、うん、ペットグッズを新たに出されたそうで、はい、なんかね、そう、うん、それでその初出店、うん、ブース出店を今回されてるそうなので、はい、そちらの方を見に行ってみたいと思います。ゴー。日本最大級のペット用品の見本市、今年で13回目の開催となるインターペット2024。国内外の企業が700社以上出展している中、今回初出展のスクエアエニックスブースをご紹介します。ということで早速中にやってまいりました。そしてこちらがスクエニペッツブースです。これ見てください、わかります？コミケで言ったらここ壁沢ですよ。壁沢だ、素晴らしい。さすがすぎる。え、初出店にしてすで、ね、に壁沢、さすがでございます。強いです。スクエニペッツではドラゴンクエスト、ファイナルファンタジー、ディズニーとの共演によって生まれたキングダムハーツ、3シリーズのペットグッズブランドを展開。さらにキングダムハーツ、そしてファイナルファンタジーのペットグッズに関しては、なんとあの野村さんが監修をされてるそうです。そう、ファイナルファンタジーペッツ、キングダムハーツペッツはキャラクターデザインやゲームデザイン、ディレクター等を務める野村哲也さんが監修。今回の企画を立ち上げたのも野村さん。レッドサーティーンとケットシー、これなんとですね、はい、聞いた話によると、うん、滝下ろしのロゴってことですよね、うんうんうん、これもなんかグッズに入ってくるといいな。まずはそんな野村さんがロゴを書き下ろししたファイナルファンタジーペッツのグッズからチェック。それではまずはファイナルファンタジーのペットグッズをご紹介したいと思います。これは、うん、かわいい。かわいいですね。すごい、でも本当にペットグッズって今までなかったのが不思議なぐらい、やっぱこの IP としてタイトルがすごく可愛らしいキャラクターがいっぱいいるので、ね、相性抜群ですよね。相性抜群ですね。そしてこちらはペットドーム、ドームゴールドソーサーの入り口が結構大きめで入りやすそうですね、うん、すごい、なんかふかふかしてますよ。なんかさ、めちゃくちゃさ、ね、重厚感があるというか、すごい、やばっ。これは私も寝たいですね。そうですね、ちょっと頭入れて寝れますよ、これ、うん、確かに、こうやってあのそう、人の髪、ちょっと暗くていいかもしれない、髪いいかも、人間にもいいかもしれないです、これそして続いて、あ、バスターソード。こちらバスターソードって本当に汎用性が高いですね、これは、うん、すごい髪ラウドを持ってる犬、加えます。これ加えれるサイズ感いいですね。これいいですね、うん、しっかりしてますよ。ちょっとね、飼い主が喜んじゃう、こんなバスターソードバスターソードこうやって口にやってこうやって走ってくるってことでしょ。かわいい、めっちゃかわいくない？かわいすぎる。本当に嬉しいですね、うんうんうん、そしてこちら爪とぎ、爪とぎ、これは猫ちゃん用です ね。こちらもバスターソード、そうですよ、これも、猫ちゃんにもちゃんとバスターソードご用意しております、うん、やっぱりオタクとしてはね、嬉しいですよね、これ家にあったら、あるそう、そう、なんかもしかしてニャンちゃんはあまりバスターソードという意識がないかもしれないけど、飼い主はインテリアとしても置きたい、うんうんうん、ここで爪研いでほしいもんな、確かにいいな、バスターソード研いでんのねっつって、うんうん、
そしてこちらもね、同じく爪研ぎ、デブモーグリの爪研ぎとなっております、うんうん、めっちゃ可愛いよね。可愛いですね。どうぞお研ぎくださいみたいな感じで確かにこちらでお研ぎください。一緒にね、置いとくとやっぱりいいですよね、映えますね、はい、続いてはこちら、ででん、フォトスポット。フォトスポットですね、ワンちゃんの。はい、今日こちら会場はですね、うん、たくさんのワンちゃんたちが来ていらっしゃるんですけども、うん、あの飼い主さんがここに乗せて、まあね、見ながらね、落ちないように見ながらお写真とかを撮ることができるそうです、うん、これは映える。これはね、ヨキュンさんもね、あの、私ワンちゃん座れるんじゃないかと思う。うちの犬の方ですが、私ではなく、あ、そう、ヨキュンさんではないです。私も座りたいなと思いましたが、私も確かに座れそうです。こういうブースも、はい、あのスクエニペッツのブースさんではご用意されております。はい、ですね、進んでいきたいと思います。今度はピンクです。かわいい。サボテンダーのぬいぐるみもおります。かわいいな。ここにね、ワンちゃんたち乗っていただいてお写真が撮れるそうです。ヨキュンさん、なんかパンの格好が合ってるのよね。合ってる。ここにヨキュンさんも、私もここにね、もうちょっとミニマムになって座って撮れそうです。続いてはキングダムハーツシリーズ。こちらは主人公空のデザインをモチーフとしたお洋服が登場、ね、これ超良くない？いいデザインが、うん、素晴らしい。ちゃんとね、ボタンもね、いっぱいついてて。これ待って、めっちゃありがたいんだけど、うん、もしかして、あ、ビリビリ、あ、いいですね。マジックテープで切れると、あの、ワンちゃんってこの物をかぶるのが苦手な子って結構いて、こう嫌がるんだよね。けどこ の, あの 腕から着せれるタイプで、マジックテープだと結構一瞬で着脱が可能だから、ワンちゃんもあんまりストレスを感じないで着れるんですよ。これマジで嬉しい。さすが、考えられております。考えられてる。ロゴもきちんと、ね、刺繍されてますよ。しっかりと、しっかりしてますね。高級、うん、高級感、はい、背中にもキングダムハーツのマークが入っており、うん、そして、ね、かっこいい。ディズニーのコラボなので、すごい、ディズニーコラボ、はい、もおります。続いてこちら、今度はドームじゃなくて、うん、あのクッション、うん、クッション、うん、ドーム型に入らない子も多分たまにいるのかもしれない。そうかもしれない。うちの子これは普通に、あの、家にあるソファーの上とかにこれを置いて、あの、自分が仕事してる横でここに座ってくれてたりするので、いいですね、ここがちょっとこう高低差があると首をね、置けるのよ。あ、こうやってそう、こうやって寝る時とかも、あら、かわいい、こうやって枕にしたりできるから、結構ね、ワンちゃん嬉しいと思う。これはこの形ね、これはなんかね、一個欲しいですよね。そうだね、ドーム型とはまた別で、うんうんうん、置きたい代物ですね。はい、寝やすそうです、うん、はい、そして、こちら、わー、これはすごい噛み応えが良さそう。このさ、うん、なんていうの、縄、縄噛むの好き、犬。そうなんですね、うん、なんか多分暇つぶしにいいんだと思う、うん、でもちょっとこうやって噛み噛みして家でいることがある。かわいい。いっぱい、ね、ついてるから喜びそうですね。2匹引っ張り合えるんでね。確かに。3匹じゃないですか。3匹できる。、はい、そしてバッグ。結構ね、あの、ポッケが多いんですよ。あ、いいですね。そう、使いやすそうだな。ご自分の携帯を入れといたり、そうですね、ペットボトルを入れたり、うんうん、他のね、なんかこうトイレシートみたいなものとかを入れたりもできますね、うん、中にね、ロゴがキングダムハーツとディズニーのロゴがついてて、いいですね。ちょっと見えないところもおしゃれにしてくださって。そうですよね。ちなみになんか、うん、こう背負った感じとかはどうですか？お、あ、これ結構伸びますね。じゃあなんかハンドバッグにもできるし、そうそうそう、かけることもできる。かけることも、あ、多分でもお散歩中だったらこう、うん、かけたいかね、こうしたいから、うん、確かに、あ、かわいい、うん、なんかさりげなくてすごくかわいいですよ。おしゃれだね。そう、うん、パッと見ね、なんかおしゃれなバッグっていう感じが使いやすいですね、すごく。あと上がこう、うん、あ、ちゃんとチャックに閉まるんだ。閉まるようにもなってるし、これは嬉しい。なんかちょっとね、忙しい時は開けっぱなしで、うん、物が多い時は開けたままこう、うん、手が入りやすいようにっていうこともできますね。うん、ここにもポッケがあるし、あと、ま、後ろにもある。街も結構、ね、大きい、長い。確かに大容量入りそう、うん、確
普段も使いたいですね。わかる、ね、分かる。あとこれ普通にペット用品じゃなくてもなんか赤ちゃんバッグにもできそう、うん、確かに確かに便利そうです。いいですね、うん、お次がこちら。あーこちらもうわーかっこいい。先ほどの FF とかスライムとかまた違った感じの、うんうん、本当にかっこいいシリーズだね。かっこいいですね。このダイヤキラキラがついてて、ミッキーもねこうついてたり、かわいい、ハートがついてたり、うん、めっちゃ高級感あるよね。本当ですよね。すごいこれいいな、うんうんうん、もちろんキラキラしててね、うん、いいですね。おしゃれなワンちゃんにいかがでしょうか。いかがですか。で次はあじゃあペットマット。ペットマット、うん、なんかすごく大きいね。小型だったら2匹一緒に行ける、うんうんうん、なんかゆったり裏しかもこのマークがついてます。これも高級感、色味もいいですね。そうだね、うん、どっちを使ってもよし、うん、はい、インテリアとしてもね、うん、結構おしゃれで、おしゃれだ ね家に置いておきたいな。これさ、うん、普通にちょっとあれだけどさ、うん、壁に貼ってあってもかっこいい。確かに、ね、確かにいいですね。そういう使い方も、うん、これを選択して干しておいたらちょっとかっこいいよね。かっこいい。でこちらは前掛け、あれ、お首のバンダナですね。 お首のバンダナですね、うん。これもキングダムハーツだからちょっとかっこいい。かっこいい黒のね、うん、クールな感じです。こうですね、ロゴがいっぱい入っている、こういうことですね。かっこいいね。かわいいねいいね、いい子だねで、こちら爪研ぎですね。かっこいい、置いときたいこれ。でこのさ、うん、この形状いろんなところで爪研げますみたいな感じ。そうですよねサイドで研ぐもよし、ね、ちょっとこうやって研ぐもよし。そう、猫ちゃんもね、まさかこんなに爪研ぐとかあると思わないですね。普通の爪研ぎって、うん、こんなに広範囲で爪研げるんですか。ここの部分がね、結構あのいいですよね、この猫ちゃんにとっても新しい、うん、確かにこの角度で研げるんだみたいな、うん、そう、いろんな発見になりそう。いつも研げない形に研げるわみたいな、ここ、かゆいところに届くわみたいないいですね、猫ちゃん、うん、はい。続いてはあのタイトルのペットグッズ。今度はこちら、おドラゴンクエスト。こちらはスライムなどおなじみのモンスターでグッズが展開しています。でキングスライム、キングスライムと普通のスライムのドーム、うん、こちらまたワンちゃん、ニャンちゃんが入れるものとなっております。リードかな。リードですね。リード2種類今ございます。メタルスライムの色とカラーリングと普通のスライムのカラーリングがございます。そうポイントはやっぱここですよね。ここにあの暗闇でね光ってくれるチャーム、キラキラする。そう安全になります。いいですね、これなんか私だったら自分のワンちゃんの首輪にこうやってぶら下げたいかもしれない。あそれでもいいです ね、うん、付け替えられそうだし、かわいいし、かわいい。小型犬の子はこっちもね、はい、これもバンダナかな。これバンダナですね。2種類ございますね。よだれ垂れやすい子とかとか、はい、簡単にあのカチッとできるタイプになってます、うんうんうん、そしてこちらマット。ペットマットですね。はい、マット、うん、これ気づいちゃったんですけど、ね、どうぞどうぞ。後ろモフモフしてるんですよ。わお、素晴らしい。これ冬にはねこっちでこう置いてもらっていいですね。好きな方に、うん、好きな方に、ね、ハグレメタルとスライムの2パターンございまして、うん、お家の中でここに座るんだよっていうのを覚えさせることもできますね、うん、定位置にしましょう、うん、ということでこちらドラクエのペット商品でございました。はい、ブースには連日たくさんのお友達にも来てもらって大盛況でスクエニペッツのお披露目となりました。うさぎちゃんも来てくれましたね。手作りのスライム帽子とっても似合ってますね。ワンちゃんニャンちゃんとっても仲いいですね。フォトスポットも世界観にぴったり。うわー運ばれてる。上品な顔の子たちですね。目力強っ。いやーすごかったね。すごかったです。めっちゃ楽しかった。楽しかった、可愛かった。なんか、うん、想像以上に、はい、あの可愛らしいグッズだったり、うんうん、かっこよかったりとか、うん、あと機能性も抜群だなと思った。そうなんですよ、うん、可愛いだけじゃなくて使
作りもしっかりしてるから、うん、飼い主さんもねすごい安心して任せられるというか、うん、海ちゃん何が一番こう欲しかったっていうか、うん、まあ、このワンちゃん、うん、ニャンちゃんとか、まあ、別にあの爬虫類も入れると思いますので、うん、そうですね、私がやっぱり一番よくあのスライムのドーム、あーペットのドーム、うん、あれ可愛、ね、いし、あとビジュアルもすごくいいので、うん、部屋に置いとくだけでもね映えるし、うん、あとやっぱ頭入れて寝たいなあれでそのぐらい結構ふかふか、そう、ペット飼ってない人でもね、うん、なんかあの中に例えばお人形入れて飾っておくとか、いいいいですよね。え、ちょっと待って、これは今思ったけど、うん、こうアイドルオタクでも、そう、あのアニメとかのオタクでも、そう、何々ぬいみたいな、ぬいもそうだし、ワンちゃん、うん、なんかあのアクスタとかもこうやって立てとけ、そうそうそうちょっと可愛くない？かわいいかわいい、でもインテリアとしても使えるね、うん、そうなんですよ、うん、私も本当に、うん、ペットを飼ってる身として、はい、こう犬飼いとして欲しいものが結構いっぱいありすぎて、うんうん、ちょっと悩みますよね。悩んだし、うん、あの欲しいものは本当にいっぱいあったから、もう一回 見に行ってくわ。じゃあ